アイテム番号、SCP-87。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-87 は、編集済み、のキャンパスにあります。SCP-87 への入り口は鋼材で作った扉に電子ロックを取り付けてください。建物のデザインに合わせた清掃員用のクローゼットに偽装されています。鍵を左に回しながら、V の電圧をかけない限りドアノブが動かないようになっています。扉の中は厚さ6センチメートルの工業用スポンジで裏打ちされています。最後の探査、文書87、4参照、以降、SCP-87 の出入りは禁止されています。説明、SCP-87 は踊り場のある明かりのない階段です。経度38度の下り階段であり、13段で直径約3メートルの半円形の踊り場に着きます。各踊り場で降下の向きが180度回転します。SCP-87 の構造のため、被験者の視界は約 1.5 回分の範囲に制限されます。電灯や窓がないため SCP-87 を探査する際には何か明かりになるものを持っていく必要があります。ただし、高度が高すぎると SCP-87 が明かりを吸収するようであるため、75ワット程度の明かりが適切です。被験者の報告と音声記録により、歳から、歳までの子供の泣き声と見られる音声が確認されており、泣き声が発せられる場所は最初の踊り場から約200メートル下と推定されます。しかしどんなに階段を降りても被験者が音源に近づくことはできませんでした。探査4、これまでで最長の探査、で行われた効果は、この建物及び周囲の地形の下で可能な限度を大きく超えた深さに到達したと計算されます。現在までに SCP-87 が終着点を持つのか否かは不明です。次、SCP-87、1探査1の映像記録からの拡大画像。SCP-87 はクラス、D 職員により4回映像記録とともに探査されました。どの探査においても被験者は SCP-87、1と遭遇しており、その顔には瞳、鼻孔、唇がありません。SCP-87、1の性質は完全に不明ですが、泣き声の主ではないことは確かです。被験者は SCP-87、1に遭遇した時に強烈な疑心暗鬼と恐怖心に襲われますが、その感情が異常なものであるのか単に正常な反応であるのかははっきりとしていません。ほい。探査4が行われた後の2週間の期間中、編集済み、キャンパスにいる数人の職員と学生が SCP-87 の内部から1、2秒間隔でノック音を聞いたとの報告が記録されています。SCP-87 へと続く扉には厚さ6センチメートルの工業用スポンジが付けられました。ノック音の報告はなくなりました。許可された者のみ探査1から4について記した文書87、1から4を閲覧することができます。文書87、1。文書87、1。探査1。D-8432 は43歳の白人男性で平均的な体格と容貌を有しており、精神面でも特に問題はありません。D クラスへの指定措置は SCP の取り扱い不手際によるものです。D-8432 は24時間分の電池残量がある 75W の投光器を身につけさせられ、ストリーム通信を行う小型ビデオカメラ及び、管制室にいる、博士との通信用のマイクヘッドホンが持たせられています。D-8432 はドアを通過し最初の踊り場に踏み出します。そのワット数にもかかわらず、投光器は階段をほんの9段分しか照らし出さず、次の踊り場は見えません。D-8432、めちゃくちゃ暗いな。博士、投光器はきちんと動作するか ?D-8432 が投光器でドアの外にある大学構内の廊下を照らすと、光は非常に遠くまで届きます。D-8432。ああ、ちゃんと使える。このずっと続いてる階段を一番下までは照らせないな。博士、ありがとう。続行してくれ。D-8432は次の踊り場までの13段を降りていきます。踊り場は半円型の形状をしており、床も壁も表面はコンクリート製と思われます。通常のコンクリート製の階段に見られるようなホコリや泥、摩耗を除いて、特にこれといって目立つものはありません。踊り場をぐるりと回り地の階段を降りようとしたとき、D-8432 が立ち止まります。博士、なぜ立ち止まる？
P8432。聞こえるか？ガキが下の方にいるんだ。一人らしい。この時、言及された子供の声についてはカメラにもマイクにも拾われていません。博士、その声について説明してもらえるか？ P8432。若い声だ。女とも幼い男の子とも取れる。泣きむせびながら。試案中、お願い、試案中、助けて、試案中、お願い、試案中、ああ、そう繰り返しながら泣いてるな。博士、現在地からそこまでの距離を見積もれるか？ P8432。わかんねえ、200メートルってとこか？博士、次の踊り場まで降りてくれ。被験者は次の13段を降ります。彼が踊り場に達した時、マイクが説明のあった子供の泣き声を拾います。泣きむせび、嘆き、お願い、助けて、降りてきて、という言葉を繰り返しています。P8432 の報告の通り、声の大きさからおよそ200メートル下方にいると見積もられます。博士、依然として泣き声は聞こえているか？ P8432、ああ。博士、こちらでもよく聞こえている。降り続けてくれ。声や周囲の環境について何らかの変化を知らせる場合は止まってくれ。立ち止まるまで被験者はさらに3回分の降下を続けました。P8432、続けるのか？博士、うむ。P8432は次に止まるまで17回分降り続けます。累計22回分。周囲の環境に何ら変化は見られず、階段は常に次の踊り場まで13段のままです。P8432、ガキに近づいたようには思えねえな。ステレオ音声の鳴き声の音量は増大することなく、依然として被験者の位置からおよそ200メートル下方のままであることを裏付けていました。博士、記録した。続行してくれ。被験者は次に立ち止まるまでさらに28回分の降下を続けます。累計50回分。P8432は地上から数えて51回目に立っています。最初の踊り場から200メートル下方まで来たと見積もられる場所です。34分が経過していました。鳴き声の音量は大きくならずそのままでした。P8432、少ししんどくなってきた。博士、暗闇の中、正体不明の階段に長時間居続けている。それが自然な反応だ。続けてくれ。被験者は次の段を踏み出すことを躊躇しました。歩き出した時、投光器が階段の下のあたりにあるかを、SCP-871、を照らし出します。それは人の顔とほぼ同じ大きさと形をしていますが、口や鼻孔、瞳孔はありません。その顔色は全く変わりませんが、まっすぐ D-8432 を見たことから、彼に気づいていることを伺わせます。D-8432。叫び声、畜生、なんだあれは、クソ、クソったれ、なんだってんだよ。博士、何を見たか説明してくれるか？ P8432、なんかクソったれの顔があって俺をまっすぐ見てやがる俺を見て。博士、それは動いているか？ P8432、少しの間、激しい息遣いのみ、いいや、ただ俺をじっと見てる。畜生、やってらんねえ。博士、近づいてさらに実態を照らしてくれ。P8432、おいマジかよクソが、俺はそんなのやりたく？その顔面がぐいと D8432 の真正面、およそ50センチメートルの距離に近づいていました。P8432、叫び声、ああ、編集済み。P8432 はパニック状態になり急いで SCP-87 を駆け上がります。P8432 が地上に脱出するまで18分かかり、そこで彼は崩れ落ち、死亡しました。SCP-87-1 の兆候はありませんでした。映像記録は降下分と上昇分の回数が同数であることを示していました。泣き、嘆く声の音量は最後の到達階まで一定で、そこで声はやみました。医療レポートは階段を急速に駆け上がったことによる疲労のため、彼が倒れたのだと診断しました。文書87-2。文書87-2。探査に、P9035は屈強な体格を持つ29歳のアフリカ系アメリカ人の男性です。
極度の女性嫌悪を除いて精神面に問題はありません。被験者は、削除済み、についての広範な記録を持っています。P、9035は24時間分の電池残量のある 100W の投光器を身につけさせられ、ストリーム通信を行う小型ビデオカメラ及び、管制室にいる、博士との通信用のマイクヘッドホンが持たせられています。また、P、9035はバックパック内に約3週間分の電池寿命を持つ接着型 LED ライト75個を持たせられています。LED ライトは押し込むことでスイッチのオンオフを切り替えます。P、9035は最初の階の階段を投光器で照らします。前回よりも、余分なワット数にもかかわらず、光は階段を9段分しか照らし出しません。P、9035、ここを降りてほしいのかい？博士、投光器がきちんと動作するか確認するために、SCP-87 の外を照らしてみてくれ。P、9035は廊下を照らします。探査1の映像と比較して、実際により明るくなっています。博士、ありがとう。最初の階段へ向かってくれ。P、9035。なあ博士、俺はあんたが何言ったか全部知っててもさ、ここ行きたくねえんだけど。博士、最初の階段へ向かってくれ。P、9035。博士、おい、俺は？博士、遮りながら、さっき話した通りだ、最初の階段へ向かってくれ。P、9035は18秒間動きませんでしたが、その後最初の13段を降り、立ち止まりました。P、9035、子供か？博士、接着型ライトを一つ、その踊り場に設置しておいてくれ。P、9035、博士、聞いてるか？下に子供がいるのか？博士、未確認だ。接着型ライトを設置して動作を確認してくれ。P、9035は渋りながらもライトを一つバックパックから取り出すと、壁にくっつけました。彼がライトは押すと、それは点灯します。博士、投光器を切ってくれ。P、9035は再度渋りながらも投光器のスイッチを切ります。設置した LED ライトの光はしかし、上下ともに階段1段分の範囲しか照らしません。博士、ありがとう。投光器のスイッチを入れてよい。効果を続けてくれ。どの踊り場でも LED ライトを壁に貼り付けスイッチを入れるように。もし何か変わったことがあれば報告してくれ。P、9035は再び投光器のスイッチを入れ、次の階へ通り始めます。彼が床に足をつけようとした時、最初の探査時と同様の、弾丸死を越する声をマイクが拾います。博士、さっき報告した声はまだ聞こえているか？ P、9035。ああ、女の声はだいたい150メートルか、200メートル下だな。あの雨のところに行くのか？おい、博士、子供と仲良くする気はねえぞ。博士、ライトを設置し、何か変化があるまで効果を続けてくれ。被験者はライトを壁にくっつけスイッチを入れ、次の階へと効果を続けます。彼は3個目の LED ライトを壁につけスイッチを入れます。P、9035はこのようなやり方を立ち止まるまで25回分続けます。P、9035、子供にちっとも近づいてる気がしないな、博士。博士、声の発生源がどれくらい下か見積もってもらえるか？ P、9035、前と同じだ。150から200メートル下だよ。博士、ありがとう。続けてくれ。P、9035は同じ行為をさらに24回分か続けます。51回目で立ち止まります。画面にはコンクリート壁に、長さ50センチメートル幅10センチメートルほどと見られる円弧状の溝が映っています。踊り場から下へ行く最初の段は完全に打ち砕かれ、瓦礫と化しているようです。P、9035、見てるか？博士、うむ、何が見えているか説明してもらえるか？ P、9035、壁を何かで切り付けたみたいだ、そんでここの段はこっぱみじんっていうかまあそんな感じだ。切り跡はすごく滑らかで。P、9035はえぐった後に触れました。P、9035、ああ、滑らかだな。ガラスみたいだ。博士、ありがとう。効果を続けてくれ。P、9035、なあ、博士、もう十分深くいったと思うんだけど。博士、契約に従い、続けてくれ。P、9035、
契約云々じゃなくてやりたくねえんだよ。削除済み。P、9035は破壊された段を超え、階段の効果を続けます。次の回では述べるべきことはありませんでした。P、9035は LED ライトを壁にくっつけ、また同様の行為をさらに38回分続けます。おえつし嘆願する声は近づかないままでした。P、9035は89回目に降り立ち、探査開始から74分が経過していました。被験者は最初の踊り場から350メートル下方にいるものと推定されます。P、9035、俺には子供がここを降りてくるように誘ってる風に感じるぜ、博士。俺が思うにもう潮時じゃ。投稿機が SCP-87-1 を照らし出したとき、P、9035は話すこと、移動することを止めました。その顔は D、9035をまっすぐに見つめており、やはり被験者の存在に気づいていることを伺わせます。SCP-87-1 は移動しないように見受けられましたが、探査1の時よりも38回下方にて遭遇したことはそれに移動する能力があることを示しています。博士、何か立ち止まるようなことがあったのか ?D、9035、応答なし。D、9035の呼吸はぎこちないものとなり、さらに13秒間、SCP-87-1 は動かぬままでした。SCP-87-1 が瞬きしました。P-9035、理解不能な叫び声。SCP-87-1 が D-9035 の前方、約90センチメートルの距離にぐえと近づきました。被験者は振り向き階段を逃げ上がります。博士、落ち着くんだ。振り返れ。あの顔を近距離で見たい。P-9035 は、博士を無視し階段を駆け上がり続けます。彼は理解不能な叫び声を上げ続けています。博士、P-9035 聞こえるか?速度を落としてくれ。P-9035 は応答せず階段を駆け上がり続けます。その叫び声の声量は上ごと程度になっていました。72回分の上昇の後、P-9035 は地上から17回目の踊り場で卒倒します。博士、P-9035 聞こえるか ?P-9035 は応答しませんが、荒い呼吸はマイクを通して聞こえます。その後14分間、P-9035 は動きません。映像は暗転したままで、マイクは被験者の呼吸と下方からの嘆願の声を拾い続けるだけです。映像音声どもに変化のないまま14分32秒間が過ぎた後、人間の心臓の鼓動と一致しない速い心臓の鼓動音及び低い割れノイズが聞こえます。その7秒後、P-9035 はエグと共に意識を取り戻し、無言で階段を駆け上がることを再開します。鼓動と割れる音は闇、画面には何ら異常波観測されません。彼の応答はないままです。P-9035 は SCP-87 から出ると、その入り口の外の床にえたり込みます。P-9035 はその後、緊張病の状態に陥ったまま回復していません。文書873。文書873。探査さん。P-9884 は23歳の平均的な体格と容貌の女性です。うつ病の罹患歴があります。被験者は過度の労力を必要とした、データ削除、についての最低限の記録を持っています。P-9884 は24時間分の電池残量のある 75W の投稿機を身につけさせられ、ストリーム通信を行う小型ビデオカメラ及び、管制室にいる、博士との通信用のマイクヘッドホンが持たせられています。また、P-9884 はバックパック内に 3.75 リットルの水と、栄養バー15本、サーマルブランケット1枚を持たせられています。P-9884 は SCP-87 の地上階に立っています。投稿機は階段の9段分までしか照らし出しません。前回の調査で壁に付けられた LED ライトは視認できません。博士、最初の踊り場まで降りてそこの壁を調査してくれ。P-9884 は13段を降りた踊り場で止まりました。探査2の映像では LED ライトが付けられた場所には、その痕跡はありません。P-9884。ああ、うん、ほんと汚いわ。このコンクリートの壁。それらしいものはないわね。いや、待って、
ちょうどここがちょっとベタついてる。D、9884は LED ライトが付けられていたはずのところを示します。D、9884、泣いている子供が下にいるわ、その子は、思案中、その子は助けをこいて泣いているわ。博士、ありがとう。何か変わったことに気づくまで効果を続けてくれ。D、9884は降下します。次の踊り場にたどり着いた時、以前の2度の探査と一致する子供の泣き声をマイクが拾います。どの階の壁にも LED ライトは存在していないようです。D、9884は地下17階に到達するまで事故なく降り続けます。D、9884。うえぇ、ここの床に何かあってひどい匂いだわ。ベタベタしてて靴に張り付くの。あ、もう、最低。映像には直径約50センチメートルのスペースを占有するその物質が見えます。博士、その香りについて説明してもらえるか ?D、9884。古い錆びた金属と、おしっこの匂いにちょっと似てるかしら。博士、ありがとう。他に何か変わったことがあるまで効果を続けてくれ。D、9884は51回目まで事故なく効果を続けます。51回目の踊り場は前回の探査の時と変わらぬままで、同様の観測がなされます。D、9884は何か変わったことに気づくまで効果を続けるよう再度指示されます。被験者は効果を続け89回目まで到達します。映像が乱れ被験者が叫び声を上げます。D、9884。ああ、くそ、床に穴があって、もう少しで落ちるところだったわ。映像は直径約1メートルの穴を映します。被験者は投光器で下を照らしましたが、ただ暗闇が広がっているばかりです。約4秒経過後、どれほど下か半然とせぬ距離で光が約2秒間瞬いた後、すぐに消えます。D、9884。下に明かりがあったわ。今はもう消えちゃったけど、でも1秒くらいついてたわ。見えた?博士。ああ。そこの穴の深さを見積もれるか ?D、9884。ダメ。深すぎる。最低でも1キロ。1キロより全然深いって感じ。博士。ありがとう。依然として子供の声は聞こえ続けているか ?D、9884。まあ、ね。遠くで聞こえ続けてるわ。全然近づいたようには思えないわね。まるでこっちが一段降りたら向こうも一段下がるみたいよ。博士、何か変わったことに遭遇するまで効果を続けてくれ。D、9884は SCP-87 を約1時間降下し続け、164回分をさらに踏破します。彼女は253回目で休憩のために止まり、栄養バーを1本平らげ、水をガブ飲みします。D、9884は最初の回から 1.1km 下方にいると推測されましたが、子供の声の大きさは変わりません。4分間休んだ後に D、9884は降下を再開し、さらに216回分を止まらずに進み、1.5 時間が経過しました。D、9884は地下469回目、地上から約 1.8km 下にいました。D、9884。どこにもたどり着いてないわ。もう帰る頃合いだと思うの。降りていくということは長く登って戻るということだもの。博士、君には24時間分の食料と水、毛布が与えられている。降り続けてくれ。D、9884。いいえ、もう上がって戻ろうと思うわ。D、9884はこれまで降りてきた階段を振り返りました。D、9884。もう戻。悲鳴。SCP-87、1その顔が D、9884の真後ろにあり、彼女の上昇を遮っています。その顔はビデオカメラのレンズから約30センチメートルにあり、その目はレンズの真正面に固定されています。そしてこの時は被験者ではなく映像先のものを見つめていました。映像は乱れ4秒間フリーズし、音声出力からの静電気のような金切り声のノイズがこれに伴いました。その後 D、9884が階段を駆けぶりていく、ガタついた映像に切り替わります。D、9884。パニックかつヒステリック状態、ついてきてたんだ。ずっと全部後ろにじっといたんだ。神様後ろにじっと私をじっと見てたんだ。
博士お願いどうにかしてお願い助けて神様やめてあっちやってお願いやめてわかっちゃったついてきてたんだ助けて話してお願い嫌なの私を見てた睨みつけてたいるのをわかってたずっと。全部見てたんだあ神様お願い助けてやめて、これと同様の形式で最後まで続く。階段を駆け下りる間、D、9884は叫び声を上げ、ヒステリックに嘆願し続けます。先ほど聞こえた静電気のような金切り声のノイズが音声出力に重なっているようであり、その下に泣いている子供の声を聞くことができます。約14回分降りた時、ビデオカメラが D、9884の真後ろを映すように回ります。SCP-87-1 の、その顔は今やカメラレンズから約20センチメートルにあります。それは被験者を睨みつけておらず、むしろカメラレンズに執着しており、その映像を見ている者と目を合わせているという錯覚を抱かせます。記録すべき重要なことですが、SCP-87-1 を目撃してから、嗚咽し嘆願する子供の声の音量が増大しており、D-9884 がその源に近づいていることが示されます。追い続けている SCP-87-1 が映像に3回映り込む約150回分のパニック状態の効果の後、D-9884 はつまずき倒れ意識を失ったようです。音声出力は鳴き声の源に近いことを強く示していました。一定のきしむノイズ音は続いていました。映像出力はまだ効果階段があることを映し、D-9884 が階段の規定部に到達したわけではないことを示していました。動きがないまま12秒間が経過した後、SCP-87-1 の顔が画面いっぱいに映り、映像を見る者とまっすぐに目を合わせました。音声及び映像出力は途絶え、再び繋がることはありませんでした。データ削除済み、